久保さん、あの、騙すきがある人が、なんでこんなにやってるんでしょうね。詐欺師がこんだけやってるって、まあまあま、あ普通に考えてもあんまないと思うんですけどね。まあ、久保さんと僕は、あの、騙すき、なんかお金を騙し取ってね、えー、商品を提供しない、なんか合宿やりますよ、っつってね、お客さんが合宿先に行ったらね、誰もいないみたいなね。な <laughs> わけあるかいなと。 ちゃんと合宿名やったし、ちゃんとサービスも提供したし、まあその後もフォローア,フォローアップというかね、まあ一環でずっとこれ続けてますけど、あどうなんでしょうね。詐欺、詐欺の人ってこんなやってます顔出しして。本名さらして、うん。なんか指さしてくる人たまにいるんですけど、あの、普通に考えろと。<laughs> お前がじゃあ詐欺師だったらこんなことやんのかって話で。 やらないですよね。やりますあなたが詐欺師だったらやりますかあなたが詐欺師だったらこういう活動をしますか考えてください。やらないでしょ詐欺師だったら。てか、逃げるでしょ身を隠すでしょ顔なんか出さないでしょ本名もさらさないでしょバカでしょとどう考えても。まあ、僕、バカですけどね、僕はね。うん。まあ、あなたが自分が詐欺師だった場合、どういう行動を取るのかを考えてみてください。 そうすれば答えは出てくるんじゃないですか。うん、いってらっしゃい。